今日は、七五三の3歳の女の子の着付けとあとお母さんの着付けをしたいと思ってます、はい、で髪も今ちょっと途中段階ですけど、はい、今日はヘアもやらせていただきました。3歳なんで皮膚っていうねこのベストみたいなの着る。かわいい。そう、それ上に、そう上に着るの。あの3歳の子ってやっぱりまだ着物着るにはさ帯とか大変だから、うんうん、帯はしないでこう着物の上にこれを着るっていう形になります。はい、はい、結婚式みたいだね。七五三って言うんだよ。かわいい、めっちゃかわいい。3歳の七五三でこういうヘアなかなか見ない。確かに3歳ってみんなどういう髪してんの。なんか、うん、こうふわふわみたいなね。そう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 、一番短くしてちょうどいいわ。いいね、よいしょ。次これをこれ着てください。はい、ほらかわいい。早い、早い、もう出来上がりそう。できちゃう。もう出来上がる。よいしょ。ちっちゃい、ちっちゃい、すごいちっちゃい。ね、これさ、一応ちょうちょ結びしといた方がいいかな。ちょうちょ結びっていうの。なあ、かわいいじゃん。処理できんの。しなくていいんだけど、うん、みたいな。大丈夫か。片輪にしとくわ、うんうん、ちょうどいい。暑いんじゃないの。でももう終わるんだけど。早い、終わりじゃ早っ。はい、かわいい。はい、ちょっと待って。じゃあお袖出します。ちょっと、あとちょっと、履けた。履きました、できました。できました。着付け一瞬の出来事だった。マジ一瞬だったな、本当に。でもさ、ちっちゃい子、これぐらい一瞬じゃないと無理だよね。無理だったもん。ね、上の可愛いやつを今、作ります。はい、さっき学んで、うん、ピンをいっぱいつけときます。落ちた、落ちたね。じゃあ落ちたの、うん、動き回っちゃうからね。そうそう、意外と嬉しくてぴょんぴょんするということが判明した。でもさ、やっぱ女の子来たりするの好きだよね、ちっちゃくてもね、うん、テンション上がったもん。テンション上がってた。 あとなんかちょっと口紅とかつけてもらったりしてさ。確かにその記憶がある。かわいいんじゃない、これつけちゃったら。え、これは私物？これ私物。
あの自分の七五三の時にも使った。すごすぎ。物持ち良すぎっていう。これもつける。てんこ盛り。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。めっちゃかわいいじゃん。え？めっちゃかわいいよ。ちょっとママに見せていきます。ママに見せに行こっか。ね。やってます。写真撮ろう。へ、一緒。一緒。ね。せもせも。動きずっと変だから。鏡めっちゃ見てる。今日ママの着物はどういう感じですか？これ梅の柄なんだけど、梅の時期じゃないんだけど、うん、松竹梅だからさ、彼女も、うんうん、だからここに合わせて同じく梅の柄にして、本来はさ、七五三って11月とかにやるし、うんうん、スタジオで撮るからちょっと季節感は一緒、逆に今の季節の着ちゃうと合わないから、ね、そうそう、アンティークの留め袖なんだけど、実は裾のところにさ、うん、犬箱っていうさ、3月のひな祭りの時とか、あと女の子のそのお祝いごとによく出てくる、あの犬ってさ、めっちゃ子供産むじゃん、うん、子孫繁栄とかさ、その元気なお子さんの象徴だって、これここに子供もいるし、これ子供なんだ、そう、子供だと思う。今回のテーマにいいなと思いました。すごい、これユリアちゃんの私物ですか？私物です。でもこれさ、下前だから、うん、出てこないんだけど、なるほどね、そうそう、でも実はこんなの隠された、そうそうそう、すごい。お母様のちょっとお着物の説明です。これ、はい、あのアンティークの色留め袖なんですけど、結構古いものなんで、ほんと訪問着的な扱いで、しかも5つ紋なんだけど、前は縫い紋で、うん、後ろは染め抜きの三つ紋入ってて、前だけ縫い紋、うん、でこの帯は源氏紅の、まあ、袋帯です。これはちょっと留め袖っぽく、うん、やっぱこういう帯締めにしてみた。で帯揚げも白にして、かっこいい。帯留めとか全然したかったら、うん、まあ、銀っぽい三分紐に帯留めとかでもよかったかなっていう色留めなんで、まあ、下だけ柄が入ってるんですけど、うん、内側がね、さっき言ってた犬箱の柄が入って、本当に見えないところに、そうそう、見えないところに、しかもこっち側にも入ってんだよ。へえー、そうか、こういう昔のってこういうね、面白いよね。お嬢さんが赤だったので、うん、お母さんが紺っぽい、あのすごい濃い青、お父さんも紺っぽい色だったので、うん、主役を引き立てる感じにしてみました。はい、ジュージュー、いけ。かわいい。OK、いいね。いいんじゃない？OK、いいね。OK、取れたかな？取れた。よく頑張った。OK。お疲れ様でした。お疲れ様でした。3歳どうでしたか？3歳の着物は本当にもう帯もないから2分ぐらいで着せられるというか、うん、旅的な靴下を履いたりする方がちっちゃい子は嫌がるから、あと草履とか、うん、3歳の着物は帯がなくて、本当紐で結んで皮膚っていうのを着るだけだから、うん、すごい楽だった。確かに、うん、逆に紙とかの方がね、やっぱ時間かかる。そうだね。だからどういう順番でやらないといけないかが結構試される。でもやっぱ着ちゃうと暑いから脱ぎたいってやっぱなっちゃうから、やってた、脱ぎたいって、すべてやっぱ済ませて、でもなんかママの方が先に着替え終わっちゃった方がいいかもね。そうだかもね。7歳になるともうちょっと時間かかるけどね、うんうん、帯とかしないと。そう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 、5歳でもさ、男の子はさ、うん、自分が着た姿にそこまで興味ないけどさ、確かに女の子は鏡見てバーってなるから。超可愛かった。めっちゃ可愛かった。そんなになんかお菓子で釣るとかしなくてもよかったしね。うん、楽しかったです。はい、はい、昔は11月にやるっていう結構決まったりしてたけど、うん、最近はやっぱお母さんとかお父さんの仕事のタイミングだったり、うん、家族のあのタイミングで全然やるって方が増えてるので、何月にやってもいいのかなって思ってます。うん、自分たちで写真も撮るっていう感じだったので、うん、スタジオの中だと季節感とか特に
関係ないからやっぱお子さんの着物に合わせてあげるっていうのがいいのかなって思いました。柄です。そう、柄とか雰囲気、うん、1回しか使わなかったりするので、うんうん、結局やっぱり借りるっていう方法がみんな好きだったりするので、はい、もちろん仕立てる方もいらっしゃいますけど、うん、今回もお子さんの分を借りたのでそれに合わせてお母さんのお着物を選ぶという形になりました、はい、時期的には違うけど、うん、こう梅の柄にしました、うんうん、逆に今の時期にね合わせちゃうとお母さんだけ夏みたいになっちゃうから、うんうんうん、っていうよりはやっぱお子さんの、あの着物に合わせて写真だから何年後に見ても楽しめるっていう意味で、うん、やっぱこういうちょっと古典の柄っていうのがいいのかなと思いました、うん、本当は梅は季節はいつなんですか？冬です。冬だけど、うん、あの松竹梅って、うん、ま、3つ揃うと年中使えたりするので、うん、お子さんの着物にも梅の柄の中にちょっと竹と、うん、あの松も入ったりはしていたんだけど、うんうん、まあ、でも梅とかの柄は結構ああいうお祝い事的なやつには年中使うかなっていう感じ、うんうん、であとここの下の柄も含めちょっと意味合い的にも、うん、やっぱ女の子のお祝い事にはいいかなと思ってこちらの着物にさせていただきました、はい、今まで3歳5歳やったので、うん、次7歳をどこかのタイミングでできたらいいなと思っております、はい、高評価やチャンネル登録、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします、はい、はい、じゃあまた来週。そして皆様にちょっと楽しいお知らせがあるのでぜひあのお知らせさせてください楽しい催事があるので、はいはい、あのケータ丸山さん、いつもお世話になってて個人的にもとても仲良くしてもらっている大先輩の、はい、ケータ丸山さんが今年でブランド創立30周年なんですね。すごいよね。で30周年を記念していろんなねあのイベントとか最近やってるんだけど、うん、9月の11日から24日まであの東京ミッドタウンにある伊勢丹サローネっていうあの1階のお店のスペースで、うん、ケータさんのポップアップが行われるのね。でそこではあのテーマが晴れの日っていうテーマで、うん、だからドレスとかあとお着物のオーダー会っていうのをケータさんの方でやるんです。でケータさんでもその、まあ、ドレスももちろん作ってるし、うん、お着物も作ってて今回、うん、あの色無地のお着物に自分だけの刺繍を入れられるようなあのそうオーダー会やってて、うん、であとあの実は私がご紹介させていただいて川島織物さんとも、うん、ケータさんがコラボしてて、そう、その帯もめちゃくちゃ可愛かったから、うん、ぜひ見てほしい。しかも織りがね本当に美しいから、うん、名古屋帯としてもちろん使えるんだけど、うん、本当袋帯ぐらいの、あのインパクトもあるから、うん、なんかそれぐらいの使い方もできるような帯が、うん、コラボで確か2柄ぐらい作ってたかな、うん、でそれプラスあの今回ヴィンテージのお着物で、うん、私があのコーディネート本当に着物帯半襟帯揚げ帯締めまで全部セレクトしてすごい10コーディネート私が今回作ったの、ね、うん、でそれもあの同時に販売されているの、うん、そこ で11日と22日に私とケータさんによるあのおあつらえ会という会をやります、はい、で今までそれってあの阪急さんとか、うん、あのこの間名古屋の高島屋さんとか、うんうん、そういう地方ではやったことあるんだけど、うん、東京で実はおあつらえ会をやったことがなかったんです、うん、でなんかおあつらえ会何するのかって言ったらあの、まあ、ちょっと気になるものがあるっていう方にあのご参加いただいてるんだけど、うん、じゃあこの着物だったらこの帯合わせて、うん、じゃあ帯締め帯揚げこれがいいよねとか、うん、なんかそういうご相談しながらコーディネートを一緒に作っていくっていうおあつらえ会を、11日と22日で、11日は4時から6時の2枠ずつしかなくて、うんうん、4時か5時の会で22日は1時か2時の会、うん、っていうのがあります。でもしかしたらあのもうケータさんの方で告知しているので埋まっちゃってるかもしれないんですけど、うん、あのもしかしたら時間の調整とかできるかもしれないからぜひ東京ミッドタウンの伊勢丹サローネさんにぜひお問い合わせください、はいはい、あの11日21日は私もお着物着て参加いたしますので皆様のご参加お待ちしております。